男子柔道81キロ級日本高松正弘、初戦はベトナムのレカナンとの対戦になります。今年の世界選手権で銅メダル、そしてこのアジア大会で金メダルを目指します。青い柔道着を着て畳に入りました。日本の高松、初戦を迎えました。相手はベトナムのレカナンです。まずは取りに行く、 取って大外刈りに行った、一本鮮やかに投げました。いや、細川さん、はい、あっという間でしたね。そうですね、はい、コメントする以前の問題だったですね。素晴らしい大外刈りでした。そうですね、はい、見事な切れ味でした。高松の大外刈り、10秒で大外刈りを決めていきました。この高松、見事な切れ味でこの準々決勝を迎えます。対戦相手のボズバエフはカザフスタンの選手です。日本高松、準決勝進出をかけてカザフスタンのボズバエフとの対戦です。細川さん、はい、初戦振り返りますと開始わずか9秒、はい、鮮やかな大外刈りでしたからね。そうですね、高松ならではの技だったですね、はい、一本背負いに行くと見せかけて腕を抱えて大外刈り行きましたからね、はい、なかなか見れない大外刈りだったですね。相手の背中があっという間に畳につきました。ですから1回戦はこの対戦に向けて勢いのつく勝ち方だったと言っていいんでしょうか。いや、気持ちよく初戦を終えたと思いますね、はいはい、柔道選手にとりまして、この初戦というのがですね、どう今日の流れがつかめるか、はい、自分の体の調子はどうかという知る上でですね、大切な戦いになりましたので、今日はいいんじゃないでしょうかね。まあ、どんな選手でも初戦は難しいとよく言われますからね、はい、その初戦をわずか9秒で一本が足を払っていった。これはどうだ、ポイントは入りません。ここで待てがかかります、はい、出足払いだったですね、はいはい、もう少しこう引き手を取ってかけてれば決まったと思いますけどね。左の組手の高松は左が釣り手、そして右が引き手ということになります。ですから今右手がしっかり取れてなかった。そうですね、はい、高松は右でも左でもどちらでもかけれるんですね。はそうですか、はい、特に左手で襟を持って一本背負い投げ、右手で襟を持って左の一本背負い投げ、はい、あるいは小内刈りですね。あ、今の衝撃で鼻血が出たようです。出血がありましたボズバエフ。それだけ高松の技に非常に勢いがあったということでしょう。左手を取りに行く、一方足を飛ばしてくるのがカザフスタンのボズバエフ。なかなか釣り手引き手取れません、うん、ちょっと高松がこう抑えましたが、はい、当たりましたかね。ですね、手か額が顔に当たったようですね。あ、今の組手争いの時ですね。白のボズバエフが低く構えますのでね、はいはい、だからやっぱり高松こう前に出れば前に出るほどどこかが当たるような感じを受けますね。あ、はい、ドクターが呼ばれるんでしょうか。その出血した場合はドクターが必ず吹かなければならないんですね、はいはい、先にボズバエフに出血がありまして、その後高松が顔面を強打しました。今のルールではですね、はい、ドクターを呼んで治療することは禁止されてるんですが、はい、もうすぐ反則負けになってしまうんですが、うん、出血した場合ですね、こういう時には必ず止血をするわけですね、はい、拭き取らなければならないですね、はい、ここまでの両者の動きご覧になっていかがですか。いや、高松ペースだと思いますよ。あ、そうですか、はいはい、ボズバエフの方、正直言いまして国際舞台そんなに出てないと思うんですね。現在19歳とまだ若手の選手なんですね。あ、やっぱり若いですよね、はい、世界ランクが77位、大きな国際大会での実績というのはほとんどありません、はい、あ、ただカザフスタンジュニアの育成に力を入れてましてですね。あ、そうですか、はい、今年の世界ジュニアでもかなり若い選手活躍してますから、はい、要注意だと思いますよ。なるほど、柔道の強化に力を入れている国なんですね、カザフスタンは。そうですね、はい、新鋭のボズバエフとの対戦です。さあ、高松がまず左手釣り手を取っています。あとは引き手ですが、引き手は落とされている感じ、なかなか引き手が取れない、引っ張られる、揺さぶられています。そして大外刈り、どうだ、一本、高松まさかの敗戦。19歳の新鋭カザフスタンのボズバエフに敗れました。
いや今あの高松が右手を切ろうとしましたよね、はい、そして一本背負いに入ろうとしたんだと思います。しかしよくそこを合わせましたよね、はい、これが若さの勢いなんでしょうか。ボズバエフ